だが他の層がおらぬ。刀鍛冶をお探しですか。酒井様。乗りよう。他の層はどこだ。村の薬師を訓練するため杉寺から来てくれたのですが、猛虎にさらわれたのです。村は無事なのか。方針が猛虎に従ったおかげで。抗う者は殺し、従う者に褒美を。奴らのやり口だ。手向かえばよかったものを。村のためを思ったのだろう。いずれ猛虎は戻る。ただ時を延ばしたに過ぎません。そのために我らがおるのだ。どこへ行ったか分かるか。茶畑の向こうへ行きました。足跡をたどるぞ。仲間は無事でしょうか。治療ができるのならば生かしておくはずだ。猛虎は道理が通じぬ獣ですよ。ここを通って茶畑の方へ。調べてみよう。足跡だ。沼の方へ行ったか。よし。方針とは長い付き合いのようだな。争わぬようにと兄をいさめてくれました。兄は狼藉者か。いえ、でも怖いもの知らずでした。幼い頃私はよくからかわれておりまして。大昔の話のようだな。それはもう大昔。ある時袋詰めにされ木へ吊るされそうになったところを、兄が鬼のふりをして皆を追い払いました。おかげでそれっきり。大した男ではないか。方針曰く僧兵は怒りに駆られていると。ですが私のなぎらたは少ない犠牲で多くを救うもの。そこに怒りはありません。いました。お主は残れ。ソーラが捕まらぬようにな。
しゃ。Martina!帰ったという侍はあなたか。方針はおるか。方針？いいえ。ですが取り逃した僧を猛虎が追っております。直に戻りましょう。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。ヘンドワイヤクスとステイ。うわの無事か。怪我人はおりません。方針は？他の猛虎が連れて行った。ノリオ、奴ら方針のことや杉寺の名を知っていたぞ。酒井様、なぜ方針だけは別に？腕利きの薬師ゆえに使い出があるのだろう。口さかしいからかも。猛虎を怒らせたと？方針ならばあり得ます。そう答えをせくな。まず行き先を突き止めねば。では私が調べておきましょう。赤島の村で会おう。あまり気をもむな。